始まりました、ハッシュタグエビの探し。さて、みなほちゃん、今日は何を紹介してくれるの？絶景が楽しめるオートキャンプ場でキャンプ？キャンプ大好き！ハッシュタグエビの探し。やってきたのは、矢岳高原ベルトンオートキャンプ場。うわー、こちらの管理棟すごくかっこいいですね。日本じゃないみたいです。こんにちは。こんにちは。いや、すごくこの建物かっこいいんですけども、テンションが上がりますね。はい、エビの市はですね、アメリカテキサス州のベルトン市と姉妹都市になっててですね、この管理棟はですね、ウエスタン調の建物になってるんですよ。まさに西部劇に出てきそうな雰囲気なんですけども、こちらベルトンオートキャンプ場はどんなキャンプ場なんでしょうか？はい、こちらはですね、普通のサイトはですね45あってですね、大きなキャンピングカーサイトは4つあります。それでほとんどのサイトはですね、電源が使えますので、初心者の方も楽しめるようになっています。さらにですね、炊飯と、それから無料で使えるシャワールームもあるんですよ。テントやバーベキューコンロ、それから鍋などのレンタルもありますので、手軽に、利用ができます。それは魅力的ですね。はい、そして何といっても景色でしょうね。ここは標高は700メートルあるんですよ。それなので絶景が楽しめます。その景色が、わー、すごい景色ですね。霧島山と海老戸の街が一望できますね。ということで、ハッシュタグベルトンオートキャンプ場でキャンプ。トナミさん、ソロキャンプを楽しみます。さあ、テントも張り終えて、焚き火もいい感じに火がついて、とても暖かいです。こうやって海老戸の大自然を感じながらキャンプをするのも楽しいですね。今、空前のアウトドアブーム。この寒い時期にキャンプをする人が増えているんだそうです。冬のキャンプの楽しみの一つはやっぱり焚き火ですね。寒い体をこの癒される火を見ながら温めるっていうのがすごいいいですね。寒いんでどうしても冬のキャンプは嫌だなって思う方もいると思うんですけども、まあ、焚き火で温まったりしながら、また冬は空気が澄んでて星も綺麗に見えるんで、すごい楽しいです。さて、ここベルトンオートキャンプ場にはまだまだ魅力があるんです。翌朝、いやー、綺麗ですね。朝日と霧島、そしてエビの市が一望できる絶景を大パノラマで拝むことができます。大自然の中迎える朝は本当に清々しいです。いや、本当このベルトンオートキャンプ場に泊まらないと見られない景色ですね。皆さんもベルトンオートキャンプ場でアウトドアを楽しんでみてはいかがですか？次回は京町温泉郷の素敵なおかみさんが登場しますよ。ハッシュタグエビの探し、次回もお楽しみに。